皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回は有酸素運動についてのお話なんですけども、ヒートが体脂肪燃焼に効果的なのかどうかというお話をさせていただきます。このヒートというね、有酸素運動、聞いたことのある方もいらっしゃるかなとは思うんですけども、知らない方のためにどういうものかを解説させていただきます。ヒートというのはハイインテンシティインターバルトレーニングの頭文字を取ってヒートと呼んでるんですけども、訳すとですね、高強度のインターバルトレーニングになります。要は20秒ぐらいの全力のね、無酸素運動ですね。ダッシュとかエアロバイクを全力で漕ぐみたいな無酸素運動と、短時間の休憩、まあ、10秒ぐらい休憩をこう繰り返していくようなこうインターバルトレーニングのことを指すんですけども、このねヒートっていうのが体脂肪燃焼に効果的だっていうことで、よくね減量中にやってる方がいたりするんですね。競技者の方でもね、そういうことをやってる方がいらっしゃるんですけども、実はですね、このヒートっていうのは直接ね体脂肪の燃焼に効果的かっていうと、他のね種類の運動に比べて効果的かと言われると、そういうわけではありません。こうヒートをやったからといって、他のね、まあ、例えばウォーキングとかそういうものに比べてダントツでね体脂肪の燃焼効率がいいかっていうと、必ずしもそうではないので、無理してやる必要はないです。まあ、もともとねこのヒートってどういうものかっていうと、短時間の無酸素運動と休憩を繰り返すようなインターバルトレーニングをやることで、無酸素運動を繰り返すトレーニングではあるんですけども、有酸素能力も向上しますよっていう研究が元々の研究だったんですね。なので実はその体脂肪の燃焼効率っていうのは関係ないんですよ。実際にそのヒートがよりね効率よく体脂肪を燃焼させる根拠も乏しかったりするので、それほどですねヒートに期待しすぎるのも良くないかなというふうに、まあ、個人的にはね思ってます。まあ、ただ短時間で非常に高強度の運動をするので、時間あたりの運動量は非常に多くなるので、そういう意味では同じ10分ヒートやるで10分ゆっくりウォーキングするだったら、ヒートの方が消費カロリーは大きくなるので、そういう意味では短時間でよりねカロリーを消費できるという意味では体脂肪の燃焼効率がいいと言えるかもしれないんですけども、とにかくきついので、もともとアスリートがやるようなトレーニングですしね、まあ、めちゃくちゃきついトレーニングで疲れるしストレスもたまるので、それがダイエットに悪影響を及ぼすっていう可能性もあるわけなんですね。まあ、なので、まあ、運動経験があって体力があってね、まあ、短時間でねしっかり追い込んでやれるよっていう人であればヒートをやっていただいてもいいと思うんですけども、運動経験のない方とかね、追い込んでまで体脂肪燃やしたくないよと、ダイエットを急激にしたくないよっていうことであれば、まあ、無理にねヒートをやる必要もないかなと思います。それほどねヒートには体脂肪を効率よくね燃やしてね、効率よくダイエットさせてくれる効果もまあないというふうに思っていただくのがいいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてください。今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて、ぜひ登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。